はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッションジャンベ編。この楽器シリーズはこのジャンベという楽器について1からいや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でジャンベの基本的な奏法やいくつかのリズムパターンについて解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回もですね、新たに1つリズムを覚えていただきたいと思います。その名もね、ククというリズムを今回は叩いていきます。まあ、これ結構ジャンベの中ではね、ポピュラーなリズムというか有名なリズムでございまして、もともとジャンベが叩かれていた西アフリカでね、いろんな儀式の時に叩かれるようなリズムなんですけれども、今の音楽ジャンル、いろいろな音楽に合わせることができる、すごいね、万能なリズムっていうか使い勝手がいいリズムになりますので、ぜひこの動画で習得していただければと思います。では早速ね、叩いてみますので、まずは聴いてみてください。はい、ククこのようなリズムになります。今ね、あえてカウントをせずに叩き始めてみたんですけれども、どんな感じで聞こえましたでしょうか。今度はカウントをしてから叩いてみたいと思います。いきます。ワン、ツー、ワン、ツー。はい、今回はこのククを叩けるようになりましょう。まずはいつも通り口でリズムを歌います。口でリズムを何回も歌って、これを染み込ませる、完全に、覚えさせてください。しばらく僕歌ってみますので、合わせて、歌ってみていただければと思います。いきますよ。せーの。カットトト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 カット。はい、歌えましたでしょうか。はい、とってもシンプルなリズムなんですけれども、一箇所ね、ちょっと難しいところというか引っかかるところがあります。それはこのリズムのアクセント、まあスラップですね、カっていう音、この音の位置、ワン、ツー、ワン、ツー、カットトトカットトトカットトトって、この手拍子している、まあ、ここがカウントの位置、まあ、音楽のビート拍の位置なんですけれども、それよりも前にこのアクセントが来て、こっから始まるんですね。カットトト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 という感じです。お分かりいただけますでしょうか。つまりカを叩いてからドドの位置、ベースの位置ですけれども、これがオンビート、音楽の拍の位置になります。ワン、ツー、せーの。カットトト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 カット。はい、このカのスラップの位置がとにかくミソで、音楽の拍ビートの位置よりもちょっと前に来てるんですね。まあ、食って入ってるって言ったりするんですけれども、ちょっと食って入ることによってカットトトカットトトカットトトってこう無限に続いていくような印象になるんですね。で、このカのスラップの位置がまだちょっとよくわからないぞという方のために、細かくカウントを歌って叩いてみたいと思います。で、このククというねパターン、すごい短い周期でカットトトカットトトワン、ツー、ワン、ツーってね、2カウント、2拍子で表すことができます。歌うことができます。で、この2拍子2カウント細かく歌う、 1 and 2 and 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 1となります。もう一回いきますね。 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2なります。つまり2 and 2の裏、2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 1という位置関係になります。この and 1 and 1 and 1ってね、 and から来る、後ろから来る感じがすごく黒人さんのリズムだなという感じがしますよね。はい、では口で歌えるようになりましたら、実際に手で叩いてみましょう。今手元に楽器がない方は膝の上などを叩いてイメージトレーニングしてください。
これね、手順は実はどのように叩いても OK です。さっき言ったカットトトカットトドっていうね、音型が叩ければ手順はどのように叩いても OK です。今回は僕は左右左右ずっと交互に叩きますので、できる方は真似してみてください。まずカットトトなんで、カはスラップですね、左手のスラップカ、ね、次ドなんでベーストーン、右手でベースいきます、ドで、トとオープンが2回続きます。はい、順番にいくとカットトトうん、カットトトうん、カットトトうん、カットトトになります。お分かりいただけたでしょうか。まずスラップが左手、右手でベースで、左右でオープンオープンですね。カットトトうん、カットトトうん、カットトトうん、カットトトになります。ではゆっくりカウントのガイドをつけながらやってみますので、合わせて叩いてみてください。1 and 2 and 1 and 2、 カットトトカットトトカットはい、できましたでしょうか。ではもう少しテンポを速くして叩いてみたいと思います。 1 and 2 and 1 and 2カットトトカットトトカットトトカッ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 トトトカッ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 トトなんだそんな余裕だぜという方のためにね、早いバージョンでもやってみたいと思いますので、余裕がある方はチャレンジしてみてください。いきますよ。ワン、ツー、ワン、ツー、カッ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 、はい、いかがでしょうか。できましたでしょうか。あとはみんなね、それぞれ好きな音楽の中でこのククっていうのをね、叩いてみていただければと思います。もともとの西アフリカのジャンベのアンサンブルの中ではですね、結構速いテンポでこのぐらいで叩かれることが多かったんですけれども、まあこれにとらわれずね、例えばすっごくゆっくりなテンポでもまあこれはこれでね、すごいピースな感じっていうか、こうゆったり小気味よく乗れる感じになりますし、ダンスミュージックみたいなね、テンポでも、はい、もうこうぶち上がる感じになるかなと思いますので、いろいろ試してみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。